目、武田か、ブアカオか、さあ武田か、ブアカオか、最初のコンタクト、左のジャブは武田、そしてローキック、インドーも入る、このローキックですね、武田選手はどんどん良くなっていく感じがしますね。左のジャブ、この左のジャブが延長に入ってから効いています。膝を飛ばしてきたブアカオ、そしてミドル、ダウンダウン、イメージはないんですけどね、今の慌てられたところにもらっちゃいましたね。平然とした表情の中に武田もらってしまった。さあブアカオが攻めていく、これはいけません、返す、ロキック、そしてパンチ一筋の男、武田光雄、自分にとっては内容なんです、その内容こそが全てなんですと武田光雄は言っています。内容にこだわる男、武田光雄、この延長2ラウンド目、ダウンを喫してしまいました。ちょっと動きが鈍くなりましたね、武田選手も、はい、ポイントはもうすでにブアカオが、あー左ついた、武田が下に崩れた、タッチ上がった武田、しかし武田は敗れてしまう。さあ2度倒れた武田、倒しに来るからチャンス出てくると思うんですが、膝が来る、アゴが上がった、男武田、ここで武田光雄を壮絶な倒すか倒されるかという試合、ノーダウン、再び攻めてくるブアカオ、もう一発逆転の武田渾身の右ストレートからローキック、頼みだ、さあ武田大逆転のパンチが出るか、そうですね、中入ってくる、まもなく残り10秒、世界チャンピオン、人たち、ああ、残り5秒、残り5秒、倒すか倒されるか、それが男武田の息だ。ここで最終ローラウンド戦い抜きました。武田2回のダウンを喫しました。判定に入ります。2回のダウンを喫してしまった武田、このパンチにぐらつきました。この左のフック、バズ選手やっぱりブアカオのパンチ効くんですか。いや俺はもうあの時必死でも効くとか効かないとかそんなことはまるで覚えてないですね。蹴りの選手というイメージなんですけど、パンチも結構倒れることあるんですね。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ溝岡10対7、赤ブアカオ、赤ブアカオ、ジャッジ友達10対7、チャンピオンブアカオの勝ち。武田は敗れましたが、しかし武田の試合を見せました。完全決着ね、判定は3対0、 K1 ワールドマックス現世界